そうそうそう。いきます。はい、みなさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。今回はこの、異色の4人でだいぶ異色ですねお送りするわけですけれども、はい、まずじゃあ自己紹介の方から。キスト中春とです。お願いします。なぜ俺がここにいるのかがわからないね交流を深めようと。なるほど。やっぱこうやって映像に残したかないと見てくれてる人は分かんないじゃないですか。この人たち本当に仲いいのみたいな。確かに上辺なんじゃねえかみたいなね。上辺じゃないですからね。ライブ終わりだけ。そうそう。本当にいいですか。とかじゃないのよ。よくご飯行きますもんね。そうなんです。ラシさんは結構行きますね。はい。はい、そして今日企画の方を持ってきてくれたメンバーが。はい。タカルです。何をするんですか今日は。今日はこれやります。出た！なんじゃもんじゃです。出た。バックスのユニットをやってる人だけでやってみたいなと思って。なるほど。名前をつけるのが。そうです、名前をつけるのが。大丈夫ですか、あのパッと出てこない状態するとほらさっきのみんな仲いいよって言ったのがもう全部違うことになっちゃうからね。無に帰されますからね。知らねえやんこいつらみたいな。なるほどね。私ね、まず知らない。何種類あるんですか。12種類あります。でまだ12人出てくればいいってことですね。そうですね、12人。絵柄が12種類。絵柄が12種類。カードが60枚。60枚ってことは、5枚ずつあるってことですね。じゃあルール説明というか遊び方説明書。ああ、なんじゃもんじゃよ。このなんじゃもんじゃ遊び方読むこういうゲームの目的、なんじゃもんじゃカードをできるだけたくさん集めましょう。カードを裏向きにしてよく混ぜてやる。1人ずつ適当に決めた人から順番に山札からカードを1枚引いてめくり、表向きで中央に重ねておきます。これを大家族の順番にめくっていくんですね。そうそうそう、はい、でこいつに名前をつけていくと。はいはいはい。引いたカードに、名前をつけるんですね。そう、これが出ました。でまた名前ね、要するにですね。12いいな、ややこしい色がね。ああ、やっとこれ、え、いや、かぶってないです。で、今出ましたね。今これ同じカードが2枚目ですね。で、2枚目が出たら、これやばいな、これ。これ1枚目に引いた時の名前を叫ぶと。一番最初に叫んだ人、その名前言った人がこれ全部持っていくってことだよね。そうです。なんじゃもんじゃ。じゃあ誰からいきますか。じゃんけんしましょうか。最初はグーじゃんけんぽい。グーじゃんけんぽい。じゃあ、これからこういきましょうか。はい。よし、じゃあ。名前をね、つけるね。名前ね。じゃあ、りょういち。りょういち。色で決める。色で決める。特徴じゃなくて、そっちのパターンね。りょういちか。りょういちって言わなきゃいけないんだよね。りょういち。くんとかも。りょういちね。あ、来るかもしれないからね。レオが。レオが。レオがくんで。それは、緑だからですか。そう、緑だから、緑だから。私も引かせていただきます。いきます。ドン。うい。口長い。足が足長い、毛深い。いや、毛深いわめっちゃ言いづらくなって言いづらくなって。じゃあ足が長い、細いということで、じゃあ、たくまさんでいかせていただきます。あー、たくまさん。なるほどね。たくまさんで。たくまさんです。たくまさん。いや、いいんじゃない呼び捨てで。呼び捨て。ゲームだし、これは。とりあえずこれはたくまさん。たくまでいきましょう。はい。たくま。うどうでいきましょう。ごめんなさい、たくまさん。これは、ゲームですよ。うどうね。うわぁ、これうどうね。うどう。じゃあ次いきます。怖いな、これ。こういう恐怖感も出てくるんや。これなんだ。なんかでも可愛いよね。そう、ちょっとね。指も4本しかないですし。だからちょっと変わってる系のちょっとだよね。はい。ちょっと高さで。なんじゃもんじゃ。いきます。また新しいよ。キモい。じゃあティス君。なるほど。あとでティス君。ティス君。ティス、ティスで。ティスね。ちょいキモい。かわいいし。いきます。
表情にしました。ます。ビデオ判定もわからんわからん。俺が俺もちょっとかなって言った。じゃんけんします。俺ね言えなかった今。あ、マジですか。うん、俺出てこなかった。言えたけど、まあでもどうだろう、声量的には負けてた俺。声量じゃんけんにしよう。じゃんけん、じゃんけん。最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ。よし、あ、こっち。俺も高い。あ、俺ピンコいたいよ。なんでか、マイコいこいこいこ。結構な枚数だな。何枚だ。これで6枚か。いきます。おー、誰これ。あ、別に言うとこだった俺。え、これやばい、誰だ。これハデスですわ。ハデスですわ。ハデス。さっきはレオがだったの、これハデスですわ。ハデス、これハデス、これがハデス。ハデス。じゃあ次いきます。ハデス。あー、びっくりした。あー、びっくりした。いや、俺もう出てこないんだけど。鼻が特徴的なんだね。黄色で。黄色で、鼻が特徴的。ヨッチ。ヨッチでどうですか。ヨッチですか。はい、僕も、僕たちもヨッチって言うんですか。はい、そうっすよね。オッケー、そうっす。ヨッチくんは、あの、鼻が特徴的ですから。でも、ちょっとヨッチくんに似てるかな。ここら辺にヨッチさんの写真が出てる。なんじゃもんじゃ。見てるべきだ。全然見てるべきだ。お前、こっちからこういったら、こうやって加えればいいのか。やばいよ。ショウくん。ショウくん、笑顔が良くて、ショウくんで、髪もまあショウくんで、まあって何？はい。あ、ニューねえわ。ニューですね。またおニューか、もう覚えられへんわ。気まずいやつや。おったらええけど、おらん。そう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 。そうそう。他にいない人の名前を言うって結構。いやもう。気まずいっすよね。気まずいな。いや、誰だって。タクチョさんで。タクチョさん。青で。青で。あ、タクチョさんで。タクチョさん。タクチョさん。オッケー、タクチョさんで。お願いします。おい、タクチョ！タクチョ！絶対勝った。早かったですね、早かった。トラティスだ。それね。持っていくな。早いね。まあまあ最初の方がやっぱり枚数多いですからね。なんじゃもんじゃ。じゃあいきます。うの。俺たくまって言ったことだった。今たくまさん失礼いたしました。はいよ。むずっ。しかも忘れかけてたわ。いきます。これでせーの。はい。たくまさん。まあ早かったね。タクチョさんですか。俺ちょっと遅かった。タクチョさんですか。もうやべえ、全然。めっちゃ揃えてるじゃん、タクチョさん。じゃあ、ティス君です。なんじゃもんじゃ。いきます。いやいや、やめてよ。やめてよ。やめます。はい。これ新種。新種レオが。で、そんな気がしたんだよ。そうだ、多分そうだよ。レオが。ほら、ほら。俺も思った。そうだよ。記憶力すごいな。コロさんだよ。いきます。はい、翔くん。そうそうそう。いきます。たかる、たかる、たかる。さあ、俺ら、はい、俺ら、はい、やばい。なんじゃもんじゃ。これでいきます。うわ、ハリス。おお。うどん。いや、名前言った。名前言った。ちょっと声小さくなるわ。ちょっと。いきます。よっちさん。あ、よっち、よっち、よっちじゃダメだよ。全然出てこないんだけど、どうしよう。よっちさん、ごめんなさい。りょうち。あー、いきます。これで。あ、私の新種だ。髪がツンツンしてる。ディスクにライブ中こうなるよ。あー、なるなるなる。ダウンの時とかめっちゃふわーなる。のぞむくん。あ、のぞむ。のぞむ。のぞむ。それでいこう。はい。
あ、出てない新種や。もじゃもじゃやな。もじゃもじゃすね。でかいですね。もう言いづらくないか。いや、言いづらくないか。でかい。もう。もう。じゃあ、帽子つながりで。翔平で。あ、オッケーです。翔平さんで。翔平。翔平さんで。翔平さん。翔平さん。翔平さんですよ。これは、さん付けってことですね。そう、さん付け。これだけさん付けです。翔平さん。やばい。はい。母乳。また新種か。丸いね。歯と丸顔といえば、京屋で。ティッシュ。ティッシュ。ああ。どうだ。翔平さん。翔平さん。俺ですか。いいですか。一番低いな。お、なんなら多分自分で今ティス君ですか。自分でティス君言うたもん。これでいきます。せーの。翔平さん、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 これは翔平さん。なんで俺出てこなかったんだろう今。なんじゃもんじゃ。決められると分かんねえな。確かに。で、望め、望め、望め。泣いてた、泣いてた。け。もう全然出てこ。いやー。翔平さん、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 翔平さん。ひどい。もう、スバもうスバめっちゃかかったの今。これで、せーの、はい、のぞめ。あー、これは最初はグージャキパイ、やば、最初はグージャキパイ、あー、シャンピオン、ボケした、ドン、よろしく、あー、ワイドさん、よし、よし、ハデス、レオか、テスティス、あー、怖い。ハデスにめっちゃ見られてますから。よし！あー！早かった。ティス！うおー！よし！あー！アイコでしょ。しゃー！はい。高橋さん！あー！ハデス！ハデス！いや、俺ハゲスって言っちゃった。ハゲスって言っちゃった。高橋！レオが！ハデスこっちだから。人の名前で。ハデスこっちだから。はい。翔くん。ああ。翔くんだね。翔くん。翔くん。しゃ。いやもうやめて。ヨーロハデスのコメントだ。ラストや。ラスト。誰？誰が来る？もう俺ヤマハって言った方がいいこれ。俺もう今まで出たカード全部覚えちゃうもいけますから。そうだよね。ティスくんそんな出たっけ？ティスっぽくない？僕。タクチョさんだと思う。あ、じゃあ全員決めて一気にいきましょう。一気にいこうか。俺ね、自分、翔平さんだと思う。翔平さん。俺、ティッス。ティッス。タクチョさん。よっちいきますわ。せーの。よっち！あー！レオがやん！レオがやん！レオが！もう数え終わったんだけど。15。13です。8です。ってことは、この勝負はティッスの勝ちだね。ありがとうございます。強いわ。ポンポン出てくるからね。いくね。まあ、それを踏まえて今度白の方。これ何これ。暗闇踊るレーザービームくぐり抜けて、いざリーオープンザドアオープンヨアイズ。体に刻まれる公式の先は美しく